そう。さあ、バファローズは先発、今日は田嶋でした。初回ワンアウトランナー二塁一塁というピンチ、ここでバッターは4番の中田翔。このチャンスに中田はレフト前タイムリーヒット。まずはファイターズが1点を先制します。まあ、その後のピンチはなんとか田嶋がしのいでいます。その裏、日本ファイターズの先発金子、ランナー3塁でジョーンの時にワイルドピッチ、大城ホームに帰って同点。まさかという形でのワイルドピッチ、同点になりました。3回から村田がマウンドに上がって大城を三振、しっかり抑えます。5回の表のファイターズ、2アウトランナー2塁1塁で松本剛の当たりはファーストゴロ。ここでベースカバー田嶋入るんですが、ここでキャンバス踏めませんでした。記録はピッチャーのエラー、これで満塁になります。さあ、そしてファイターズは3番の近藤という場面で、近藤はセカンドゴロ。ここ田嶋がよく踏ん張りましたね。そうですね、5対1点1にまとめています田嶋。さあ、6回は増井がマウンドに上がって先頭バッター出るんですが、渡辺バント失敗、送れませんでした。その後太田がフォークを打ってサードゴロ、併殺だ。増井もランナー出しましたが0点に抑えます。そしてバファローズ6回ランナーセカンドワンアウト、この当たりがファースト内野安打。バックアップの渡辺、大城3塁を待ってホームに帰って来ようとするんですが、タッチアウト、勝ち越せません。7回です。ランナー置いて、ここで広沢一塁へワンバウンドスロー、エラーでランナー3塁1塁、ワンアウトランナー三塁一塁、ファイターズチャンス。山田が踏ん張って西川、ここはショートへのフライ、これでツーアウト。この時ファーストランナーが飛び出して、まあ、ディレードスチールという形になって、ここで挟み込んでいくんですが、三塁ランナーがホームに帰るよりも先に広沢がタッチ、これはアウト。ここ落ち着いてランナーをね、しっかり刺しましたね。そうですね、はい。さあ、ヒギウスが8回マウンドに上がってランナー出すんですが、中田三振、チェンジアップ。その後渡辺に対しては153キロまっすぐ、ここをしっかりと0点に抑えます。8回のバファローズはさあ、ランナー二塁三塁で吉田正尚の打球はピッチャーゴロ、クモンボール握り直してホームイン。ここでフィルダーチョイス、この間に1点勝ち越しました。さらに満塁からロドリゲスがセンターの右へタイムリー、これが2点タイムリーヒット、この追加点が大きかった。これで4対1、さらに相手の押し出して1点追加、5点を取って9回、ランナーを置いて代打の清宮、沢田からフォークを捉えて、これが右中間への今シーズン第2号ツーランホームラン、2点返したファイターズ5対3とします。清宮第2号、そして澤田マウンド降りて、ディクソンが最後は西川をレフトフライに打ち取って試合終了。5対3バファローズが連勝、この6連戦の勝ち越しを決めています。ディギンスは来日初勝利をマークしています。